とジャガーさんコール多いね。多いですね。ラファエルさんとコラボはてなっていう質問があります。さあ、これちょっとお話しするべきですね。あ、実はですね、これも何度も申し上げてるんですけど、ラファエルさんは我々の YouTube の先生なんですよ。ラファエルさんのおかげで我々は YouTube を始めることになったんです。もう全然ほら YouTube のことわからない時にですね、ラファエルさんを紹介していただいて、まあ普通ですね、ラファエルそんなに会ってくれない人ですよ。でも会ってくださってですね、 YouTube のやり方とかこうしたらいいですとかいろいろアドバイスいただいて、ラファエルさんのおっしゃる通りに始めたんですよ。で、なんですかね、文春法の時に一回ストップね、うん、あれはですね、事務所の指示です。芸能事務所の指示でストップ、SNS と YouTube ストップだけど、あの時もラファエルさんに、なんでやめんすかと、これ逆にチャンスですよ、こんなの YouTube 的なもん全然問題ないです、どんどん出すべきですって言われたんですよ。で、JJ にも、なんでやめるんだと、今だと出すのはね、今出すべきだと言われたんだけど、それ事務所に言われたらできないんですよ、所属してる時は。で、今考えたのもったいなかったなと思うんですけどね。で、またYouTube 始める時も、ラファエルさんにお尋ねして、どういうふうに復活してやったらいいのかと。で、途中もどういうふうにしたらラファエルさんここでいいでしょうかとか、いろいろ教えてくださって、で、ラファエルさんついにですね、この JJ のこの受験のこともご存知で、終わったので、ラファエルさんちょっとご挨拶にっていうことでね、先日、ラファエルさんとちょっとお会いすることになったんですよね。しかも、ジャガーさんもラファエルさんにお会いするの何度か目かなんですけど、ラファエルさんかっこいいね、やっぱりね。うん、尊敬してる YouTuber ナンバーワンですか、ラファエルさんが。YouTuber? はい。そうね。やっぱ、うん、なんだろう、身近で、はい、自慢話になってしまうんだよ、アピールというか、はい、マジでラファエルさんが愛媛の方、うん、名古屋の方で、うん、その活動してた頃、はい、もうちょっと赤バンされる前の初期の方から、うん、おすすめビデオで、うん、めちゃくちゃ面白いなと思って見始めてから今もずっと見てるんで、なるほど。ただ多分ラファエル歴マジキャリア6年とか、あ、なるほど、4、6年をずっと見てて、うん、なってそっから思ってからあえての今なんで、うん、なんだろうな、もう本当に恩師だからね、師匠です。JJ ってまずね、人と会ったところで物おじしないし緊張もしないですよ、これ本当なんですよ、誰になってもそうなんですよ。ところがラファエルさんの前に行くと緊張してあんまり話せなくなるんですよ。これが面白い。唯一じゃないかな、ラファエルさんの前、本当ね、なんか借りてきた猫みたいなんですよ。本当はガンガン話す方なのいいの、やっぱ師匠の前だからかな。本当にマジで喋れないの、喋れないんだよね。本当にそう、前回お会いした時に、はい、オフィスの方に行ったんですけど、はいはい、先日、そう、先日、うん、ね、スタッフの方、はいはい、とお会いしていろいろあったんですけど、うん、最初入ってからもうなんていうかの、あぜん、もうなんか、うん、みたいな、はあ、はあ、見たことあるみたいな。一般人が、そう、芸能人を見た、マジファンの一般人が、マジで、ああ、見たことある、見たことあるっていうのが、うん、すごい、いただくよ。テレビ出てその、はいはい、マネージャーさんたちが、はいはいはい、その、いて、うん、で、それで、ラファエルさんも、ああ、こんにちは、と思って、うん、もう本当にずっと、振動。ずっと振動。もうね、そんなことないからね。JJ、絶対ないから、普段から。かっこいい、本当に、うん、ラファエルさん多分ね、プライベートの方で1回会ってて、はいはい、ケースさんちゃんとフォーマルまで2回会ってるんですよ。はは、で、計3回でトップ3で自分の人生緊張したの、うん、ラファエル、ラファエル、ラファエル、全部ラファエルです、最初に。もうね、僕は実はね、ラファエルさんと初めてお会いしたのは JJ が中学受験してる時ね、6年生の時です。おっ、おっ、ジャガーさん、ジャガーさん待ってる声めちゃくちゃ多いですよ。あ、そうですか。ジャガーさんいつから登場してくるんですかね。ヒカルさんが、カルピンっていうね、男性デュオっていうのかな、歌手活動をしてて、コンサートをやると。有楽町っていうところでね、コンサートをやると。で、JJ 行きたかったんだけど、受験があるから行けない。で、その代わりにちょっとダディ代わりに行ってきてって言われて、なんかすごい早かったんですよ、午後3時ぐらいかだったかな。で、チケット買って行ったんだけどね、もう行ったら、4時半か5時だったんですよ、ちょうどもう。アンコールで、ヒカルさんが出てきた頃で、まあ、ラファエルさんも来てたんですよ。でもギリギリ行ったんだけど、もうすぐ終わっちゃって、で帰りに実はこうハイタッチをするっていうね、みんなとハイタッチをして帰るっていうのがあって、僕
一番遅れて入ったもんだから出るのも早くって、最後にハイタッチするのね前から5番目ぐらいだったんですよ。でこういう風にあじゃあハイタッチしますって言ってねみんなとこうなんかやるんだけど、ヒカルさんと会った時にうわ芸能人やってヒカルさんすぐ分かってくれて、で隣にラファさんがいてラファさんが今日はあれでしょ俺に会いに来たでしょ俺にこう言ってくださったんですよ。でそれでもそれだけだから絶対覚えてないだろうなと思って、後日まあ知人を通してね YouTube ちょっと教えてくださいってことを言ったらラファさんはあ一回お会いしてご挨拶してますよと覚えててくださったんですよ。僕ちょっと感動したね、あの時ね。ヒカルさんにはその時ちらっとお会いしただけだけど、多分ヒカルさんもそういう人だと思いますね。さあ、ということで JJ 君は多分ね、ヒカルさんにも多分会いたいと思うけど、なかなかつてがないのですいません。皆さん、ジャガーコールだったらジャガーさん出てくれますよ、今。ジャガーさん呼んでる声がすごいです、うん。すごいですよ。ラスト2回なので、はい、家族3人で出てほしいですっていう意見が、うん、まあ来週はね、来週そうなりますよ。来週はちゃんと3人になりますけど、まあ次はちょっともう時間ですけど、ジャガーさんちょっとお願いします。まあ皆さんお待ちだからね、これどう考えても。はい、はい、ジェイジェイ君うるさいよ。横田さん頑張ってください。横田さん。はい、ゴールパンタイ。ジェイジェイ君にも会いたい。悪役プロレスラー出た。悪役だもん。悪役プロレスラー出た。こんばんは、ジャガー歌です。今日もつまらないインスタライブ見ていただいてありがとうございます。なんてこと言うんだよ。いや、本当にあっち静かに見てると。ジャガーさん面白いのか、うん、面白いのかな。バカだな、私は存在が面白いから別に何をしなくてもいいんだよ。面白い見たね。あのね、だいたいね、週刊誌の文句言うんなら、うん、出るようなことやらないの。文句じゃない、最初から。違います、文句じゃありません。訂正で事実です、事実を話します。違う、あの文句と一緒。違う、違いますよ、全然違います。ね、その発言はみんなと侮辱し、あ、矛盾してるよ、うん、みんなは我々と同じような考えだってことは、いよいよ今回だけジャガーさんが、いや私みんな週刊誌と同じ意見だよ。あ、じゃあ事実以外のことを信じるってことね。事実、なるほどね。事実以外のことも、事実も、事実以外のことを尊重するってことですか。だから事実以外じゃなくて事実もあまり見てない。私はほとんど事実が見えないだけだ。週刊誌もめんどくさいから、ジャガーさん、あんまりね、JJ の受験を通しての話してないから、いや、この受験の最中どうだったかちょっと話してみてよ、どんな気持ちだったか。いや、頑張ってるのに落ちてかわいそうだなみたいな。みたいな。みたいな、でも、みたいな。あんまり、移入しなかった、頑張る姿を見てるので、それを私の立場でフォローするのは何かって言ったら、送り迎えとかそういうのばっかりじゃん。いやいや、例えばさ、ほら、バイキングも出たじゃないですか。バイキングの出た時とかどんな気持ちだったんですか、うん、バイキング出たっけ。忘れた。ああれね、あれねってね。あ、自分が出てないから分かんない。あれ勝手にだって YouTube のやつ流してたわけじゃん。今忘れちゃって過ぎたことは、あの後に頭を何回打ったか分かんないから忘れちゃったけど、だいたいね、まあ私は本当のことしか言わないでしょ、うん、で、あんたたちみたいに余計なことは言わないでしょ。いや余計な、我々も事実ですか、言ってんのは。いや私にしてみれば余計なこと言ってから書かれるんだよって思う方です。いやいや、それでもジャガーさん矛盾してる。だっていちいち投稿にめちゃくちゃ長文で書いてある。あれ絶対余計なこと入ってるから。何な、何もっとシンプルでいいんじゃん。何の長文、何でも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 真剣に大人、あたしです。これもね、生意気にうるさいからちょっと今私の時間だからちょっと黙ってんだよ。ね、ジャガーさんが今どう思ってたかをちょっと聞いてんじゃないですか。ね、それよりも、いいね、質問、この人たちの質問いいから。コメントしてるんだよ。ね、ふさこは吐く。普通のコメントしてるんだよ。普通の。ジャガーさん、明日のアズーリー、うん、3人楽しみにしてます。明日じゃないですよ。明日じゃない。来週だから。来週。水曜日ですよ。水曜日。明日って今週はないから。明日ってしっかりしてくれよ。何曜日だと思ってんの。そう、明日しっかり、30日のトリゴアズリは3人で出ます。これすごいですよ。トリゴアズリ FM ね、5時からですよ。見てください。午後5時から、家族3人で出ます。これ最後です。もう家族3人で出る回はありません。だけどこれで受験のまた裏回しいきますよ。まだ言ってないこと言いますよ。裏話なんかあんの。学校名言ってみるみたいな。いやいやいや、それはちょっと言えないけど。言えないけどね。学校名言っちゃいけないんだ。じゃあ圧迫面接の学校名言っちゃう。
ねえ、そういうのやめ、ねえ、そういうのやめ、いやいや、嘘ですよ、そう、全然嘘ですよ、いいね、ブラックジョブいいよ、そう、ブラックジョブ、いやいや、めちゃくちゃいい、問題問題、ジェフさんにあの正論とか、同感しますっていう意見が多いんですけど、その中で質問ありました、はい、はい、はい、ジャガーさん寂しくないですかっていう質問があります。そうだよね、いや、それは一人息子だから寂しいけれども、あのね、寂しいけどってね、寂しいですって、寂しいけど、どうですかって、そういうふうに思わないようにしてます。会おうと思ったら、まあね、車で行けば会えるので、痩せ我慢、痩せ我慢、ね、そうじゃなくて、考えてみたらね、寮に入って、はい、あの自分で何もやらなかったことだから、強かんだよ、不便なことがいっぱいあると思うんですよ。強かんだ、それってやっぱり親がしつけてもこうやって口答えするわけだから、ああしなさいこうしなさいってさって言うこと聞かないんだから、寮に入って寮母さんとかにね注意されたり怒られたりすれば、そんでそういう風にして周りに揉まれて、こうなんつうのかな、鍛えられていったらいいなと思っているので、そっちの期待の方が大きいです。親が教えられないことを他人様に教えていただく、これが一番のしつけだと思うので、それが早くちょっと思ったより早くなったなと。でも早い方がいいと思いますし、私も、JJ と一緒で15歳で私は寮に入りましたので、同じ状況で、ああ母もこういう気持ちだったんだなというふうに思うぐらいですね、はい、いや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 、この後僕と2人なんですよ、生活、あんたと一緒にいないもん、そういうことだよ、どういうことだよ、ほんまに。コロナが過ぎれば飲みに行っちゃうもん。先生、そういう質問来てますよ、はい、木下先生と2人になったら毎日どう過ごしますか。いや本当ですよ、想像ができないよ本当に。でもまず話題がないよね。話題がない場合は話題を出さなければいいんだよ。どうするの、ただ2人でテレビ見てるだけ。違うよ、あんたは自分の部屋で韓流見てるんだから。ねえ、このとか1人で韓流ですよ、男なのに。あの静かに帰ったなと思ったら、向こうで缶チューハイ飲みながらずっと半日じーっと見てるの。椅子に座って姿勢正しくしながら、そんなずれ入ってくると何っていう顔をするのよ。いや僕ね、韓国語わかるので、あの勉強してわかるので、ねえ、それ自慢、それ自慢ばっかじゃない。自慢です、あの英語できないんですけど韓国語できるんですよ。え、服広かった。違います。いや本当これシャレになるよ、信じる人いるから。ね、この週刊誌の記事と同じだから違いますから。ねえ、ちょっとあんたたち出ないで、私の時間が。あ、すいません。な、何、はい、家族3人で最後お食事するなら何を食べたいですかと。あ、この間、もうこの間バー行っちゃったしね。これバーって言ってどうすんだよ。バーってまだ名前言っちゃってない。何言ってんの、床屋さんね、バーバーわけわかんない。バーってダメだろ、まず息子言ったら。ねえ、バーバーだから何よ。あ、バーバーだよね。そう。何言ってん、黙れ。もう喋ったらまず本でバレちゃう。何よ、そういうこと言うとまるで違反してるみたい。もういつかさ、してないから、いつかな、もう家の名前で偽装してるし、もういつか酔っちゃって。どこで呼ぶんです。え、皇室が近いとか。おかしい、本当に。じゃあちょっとおかしい、やめてやん。もう変わる、ほんまに。はい、多分あのお二人で生活されるっていうことで、はい、犬は飼わないですかっていう質問。いや、飼えません、マンションなんでね。いや正直ね、僕ね、犬すっごい苦手なんですよ。犬も猫もじゃん。小さい時にマルチーズに追い立てまされたのがすごいトラウマで、もうちょっと無理なんです。マルチーズちゃん飼おうかな。あのね、マジで、ジャガーさんと初めて会った時に、ジャガーさん家でね犬飼ってたんですよ。怖くて怖くて、とにかく檻に入れてくれても出さないでくれと、そう言って。あのね、大体動物嫌いな人って性格が冷たいから。そうそう、僕冷たいんですよ、皆さん。性格悪いしね、物をはっきり言い過ぎだし、もう本当に、ね、性格悪いと思ってください。僕は本当にめちゃくちゃ悪いですから。本当に悪い、うん、ちょっと苦しい。ちょっと苦しい、実はね。悪い悪いって言ったけど、はい、1500になったらよかった、はい、質問が来てまして、はい、お迎え帰りにデートしないんですかと。しねえよ。なんね、お迎え帰りがもうデートだから、車の中で喧嘩しながら帰ってくるんだから、ね、だいたい、ああ疲れた、ああ疲れたしか車の後ろで言ってないから、基本的に。間違えと、はい、はい、はい、じゃあ次の質問いきます。はい、危ないぞお前。多分先生ですけど、おすすめの韓流ドラマありますか。そうですね、あのあれ面白いね、少年裁判。あ、少年、少年裁判面白いね。あのね、裁判ものとか面白い。面白いね。あの部屋、違う部屋で違うビデオ見てますから。私も犯人だからね、ダブって見ることあるんですよ。私同じの見てたりすることあるんですよ。そんで一人だからどんどん何も用事やんないから、ずっと見れるから先進めるの。
で、さっきのストーリーを言っちゃうというね。そんで見ながらこの後こうなっちゃうんだよとか言っちゃって余計なことをね。はいはい、はい、JJ 君質問来てます。 JJ 君毎日、親友と会ってるみたいですが、お何して遊んでるんですかと。いや、ゲームしてるだけだよ。いい収集なんだよ。はい、見てるのちゃんと、うん、しかも JJ 君の質問なのになんであなた答えてるの。今画面に映ってるの私。なんだよ、まあ、ゲームしてるのもあるし、うん、サッカーとかですかね、うん、サッカーしてるね、はい、外行くとね、はい、だから最近割と痩せてるのかなと思ったらなんなら太ってる。食いすぎだから。まあ量入って痩せましょう。そうそう、うん、少し痩せな。あ、バッチ購入していただきました。はい、安観光さんですね。あ、さらにバッチですね。あのね、安観光さんね、ありがとうございます。せーの、いいからいいから。ちょうどね、それがもうイライラするからやめて。ね、うるさいから本当に。はい、ね、みんな買わないでってバッチ、意味がないし。いいじゃないですか、応援してくれてる。何の宅屋にもなってないし、あの、無駄だから。じゃあ髪長くなりましたよね。いや、切って短いなと思って。長くないですか、ちょっと。そうね、なんか老婆みたいな。ね、うるせえな、老婆だよ、ま、魔女みたいな感じ。ちょっと鼻も高いしね、顔が魔女ですよ、ね、うるせえなお前は。 なんかちょっと鋭い質問がいっぱい来てるんですけど、はいはい、JJ 君彼女いますか。あ、いません、生まれて1回も。ね、JJ 君の質問生まれて1回も嘘。なんで生まれて1回も嘘だよ。はい、次の質問。はい、はい、次の質問いきます。あ、JJ 君入学まで課題は出てないですかと。はい、出てないです。ありますね。すっとぼけてるだけですね。何？ワークブックです。ねえ、何もやってないの？大丈夫？あの、だからさ、こういう時リアルな顔で言わないでね。ねえ、やらなきゃいけないことやろうよ。やってますから大丈夫です。あ、そう。あ、ジャガーさん質問来ました。はい、ジャガーさん、JJ 君の旅立ちの日には何を作られますか？いや、何も作りませんよ、食べないから。ワインに？ワインなんて食べない。マグロのワイン、美味しいだよ、もうマグロのワイン。ねえ、そんなあるの？そんなもん作った時ない。あら、もちろん食べたことない。めっちゃうまかったよ。うまカジキのワイン煮みたいなのが。ワインで煮ない。ワインで煮ろよ。煮ないなんて言って、うん、ちょっと嬉しがって喜んじゃってさ。ね、ちょっと知らなくていい。あ、なんか喜んで。あ、その質問にちょっと付随してみたいなんですけど、はい、日本に入る前に思いっきり何を食べたいですか、JJ 君。ワイン煮だよ。わかりないですか。ねえ、さちゃんに対してかわいそうですよ、そんな冷たく言ったら。あ、ジャガさんちょっと棒読みになってる。あ、そうか。棒読み得意です。あ、ジャガーさん、うん、はい、朝の手紙毎日。いや、毎日書いてないです。いつからですか。先生は取っているんですか。いや、保存しているそのまま置きっぱなしだから私シュレッダーかけるんですよ、毎日。ジャガーさんがシュレッダーかけてます、うん、でも実はね、出会った当初からそのやってくれましたね。ほんまか。ほんまです、ほんまです。だから結婚する前からですよ、ジャガーさんそれをやってくれるんですよね。手紙好きなんかな、ジャガーさん、もしかしたら。あ、ライター。ライター、もしかして。ライターはレター。これ、ああ、全然違う。これライターね、タバコのね。わけわかんねえよ、お前。なんで俺は救ってあげるんだろう、ここ。あ、ちいや、笑うところ、笑うところ。はい、はい、JJ 君、あの、寮に入るのは全然寂しくないですか。だから寂しく言ってんだろう。いや、こらこらか。もっと優しく言ったらどうなの。今の、はい、殴ります。JJ 君、どんな高校生になりたいですか。このまんま。JJ 君の質問なんであんた答えるの。今当たってるでしょ。いやいや、まあでも、まあそうね、あんま息苦しくないように行きたいな、うん、ねえ、今までも息苦しくないんだから少し息苦しくなれ。ジャガーさんにちょっとハラスメント言えるよ、ね、ふざけろよ。こっちだよ、子供からパワハラ受けてんの。私はパワハラ受けてます。はい、そんなジャガーさん質問です。ジャガーさん、プロレス痛くないですかって質問が来てます。まさか。うん、あのね、40年も経ってるとですね、この痛みっていうのが全部こう分かるわけですよ、どういう痛みか。だから予期しない痛みは痛いんですけど、この痛さ、だから倒れてこの痛みがくんなっていうことはもう分かってるわけですよ。だからそういうのは耐えられるんです。はい、はい、また JJ 君ですね。JJ 君、家事手伝いますか。一切手伝いません。JJ 君質問だから何回言うけど、なんでこっちで答えるの。じゃあ、今から照れてたの。時々ね、あの、小児科の方で、そういう方がいらっしゃる。子供に質問してるの、お母さんが答える人いっぱいいるんですよ。あ、すいません、私も答えます。それで、連れてくと。子供にわざわざ答えさせようと思って質問してるのを答えるから、意味がなくなっちゃう。お母さん、すいませんけど、お母さん質問してないんですよって、僕言いますね、そういう時はね。あなたで、あなた。
うるせえな、子供のことは全部親は母親知ってんだよ。今すっごい今もうリプレイしていい、はい、一切やります赤川さん、赤川さん、赤川照之さん、赤川さんやってる、本当に。あ、もうなんか JJ 君の質問すごいですよ。 JJ 君、両親をどんな風に思ってますか。あ、それ聞きたいね。シーン慕ってくれる。今小声でな、今急に急に小声でな、おかしいよ。ね、慕ってくれてるって言葉使わないんだよ。愛情を注いでくれてるだろ。まあそうですね、育んでくれてる愛情を。なんか日本語変だな。変だな、日本語。ちょっと英語で言ってよ、何それ。いや、まずラブを感じますよ、はっきり言って。ね、ラブをって私でさえ分かるわ、英語だよ。はい、愛を感じるそうです。おー、珍しいの、はい、はい、先生から返事のお手紙をもらったことありますか。あ、これジャガーさんやろ。あ、すいません、すいません、一度もありません。あれ、ありません。あの、ちょっと読んでいいですか。はいはい。あの、うん、先生に質問なんですけど。はい。ね、飲んでもらって。飲んでもらってよ。先生っていいですか。お前だろ。お前作ってるだろ、自分で。何お前の質問だろ、それ。ねえ、何何意味を。お前の質問だろ、それ。何何ちょっとやばそうですか、次。はい、次の人。何、EB って言ったの。あんたもこだわりすぎだよ、流してんの。EB って意味、どういう意味。先生、質問来ました。はい。木下先生は、ちょこちょこ関西弁使いますが、はい、関西に住んだことあるんですか。あのね、私がそれ答える。待って、なんで僕の質問に答えたがるの。いや、私、それは私が知ってるから。あのですね、木下は宮根さんに憧れてるんです。で、宮根さんが関西弁なもんですから、その関西弁、宮根屋に出てた頃全部吸収して宮根さんの喋り方を真似してたんです。これぽっちも似てないのに。はい、以上。僕からちゃんと答えていいですか。絶対違う。実はね、これは松方弘樹さんに教えてもらったことなんです。松方さんに、俳優としてのことを聞いた時に、好きな俳優さんいらっしゃるんですかって言ったら、先生違うんだよ、俳優ってね、好きな俳優いないんだよ、俳優は全てモノマネです、こう教えてもらったんですよ。で、どういうことですかって言ったら、自分がいいと思う俳優を真似て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 、それがいつの間にか自分の演技になるんだよと。松方さんはよろずや金之助さんを真似て真似て真似たそうですよ。っていうのを聞いてピンときて、あ、そうか、自分も宮根さんみたいになりたいから、宮根さんの真似をしようと思って、宮根を見て録画して言い回しとか全部真似してたら、なんかついつい関西弁になっちゃったんですね。ねえ、以上でーす。ねえねえ、はい、あんた別に宮根さんもあんた俳優じゃないじゃん。いや、だから僕俳優になるためじゃないですよ。宮根さんみたいなテレビの出る人になりたいなと思ったわけ。コメンテーター、はい、そうです。はい、お願いします。はい。あ、今東京は揺れてないんですけど、山形が地震が起きてたですね。マジで大丈夫ですかね、日本海側。はい、なんか地震っていう、地震が気づいて。大丈夫ですかね。ノーメイクすぎて見えねえよ。ちょっと待って、ノーメイクすぎだろ、ちょっと。いや、今日ノーメイク。ねえ、私が化粧すると化粧してんのって言うじゃん。そうですね。はい、お願いします。それも失礼じゃん。はい、JJ 君、結婚願望ありますか。うん、ある。いや、逆に言うと、なかったら、マジでいいの。この木下家、いや、ないと困る。違う、だって、房子ないよ。木下家の房子ない。ちょっとあの、こういう飯で食べてます。大丈夫だ。大丈夫。終了。大丈夫。本名出ました。はい。大丈夫。あだ名だよ、今の。ちょっと今ので質問がぶっ飛んじゃったんですけど、ちょっと待ってくださいね。あ、ジャガーさん。うん。木下先生のいいところを教えてください。また言わせようとしてほんまに。ないです。ね、ほらほらほら、おいおいおい、お前じゃねえよ答えるのは。一番いいとこ、あの、仕事に真面目なことと、優しいかな。優しいと思う。でも性格は悪いんですよ。性格が悪いけど、あの、あまりノーと言わないことと、あの、強制をしません。まあ、それはそうですね。うん、強要強制はしないですね。だから今これをやれとか、あれをやって、まあ、できないとも言われますけどね。できないだろうと思ってる。相手が違ったからできないっていうのもありますよ。やる人だったら言ってんのかな。わかんないよ。ねえ、多分ね、亭主関白っぽいところはあると思いますけど、強制はしません。はい。はい。JJ 君、おしゃれですが、どこでお洋服買いますか。ねえ、おしゃれじゃねえから、これ。いつも虹みたいの着てるだけでしょ、だって。
虹みたいなのではないんですよ。大大なんですよ。え、何？虹みたいではなくて大大です。大大って意味が分からない。そういう模様、ああ。唐草模様とかあるよ、うん、あのさ、まるっきり同じばっかり着てるからイラっとくる。私なんか洗いながら、まあ、どこで買ってるか、まあどうでもいいくない。元々はピゾフで買ってたりとか、うん、まあ基本的にアマゾンで買うんですけど、アマゾンで、まあ、大大あのカラフルとか調べて買ってます、うん、酔ってますね。だって私まだこんだけしか飲んでないんで酔ってないです。あ、バッチコーディーいただきました。お、はい、もうやめ、はい、やだ、もう買わないで。あの読みづらいですけど、ティアンイエジェンヨウメイファイブさんですね。はい。